スマホ老眼の時に便利な道具を紹介しようと思います。一つはこんな感じのいわゆるブルーライトカットって言われるもんですね。これブルーライトカットするのが入ってるんですけども、そういうメガネをかけると、まあ、いわゆる日常の作業が楽になりやすいです。 できればお家で例えばスマホを使うとかパソコンをするとかそういうものを想定すると、ちょっと近視がある方の場合、私近視があるわけですけども、この度数をちょっと落としてあげたメガネを使うといいです。お家で使うメガネ、お家メガネとして使われるといいですね。で、私の場合軽いドライアイがあったりするので、こういうふうに水をためるこういうところがあって、そういうメガネを使ってあげるとよりこう快適に過ごすことができます。